やるな。攻撃止めたな。殺す気で切ったけどな。いいな、お前。全員死ぬのにそうやって瞳をキラキラさすなよね。柱もね、俺が15で妹が7。てるからね。写真、夏希撮って、春に見せなきゃ。やったぞ、シバス釣ったぞ。俺もごめんな、怒ってばっかだったからさ。お前宇宙人だし分かんなくて当然だもんな。予定より早く来ちゃったんだね。そろそろ駅に迎えに行こうかと思ってたんだけど、立派な心がけだけどちょっと早すぎたかな。僕としてもできるだけお前の言うことは聞いてあげたいんだけど、ちょっとこればっかりはな。いやいや、ちょっと待て、何を言ってる。何を勘違いしているのかわからないけど、僕は一人で寝るからね。怒らずに聞いてほしいんだけど、ジャンは強い人ではないから、弱い人の気持ちがよく理解できる。ジャンの指示は正しかった。だから僕は飛べたし、こうして生きている。うわ、やめろ。何、やめてくれよ。要するに、あのフェンス軽く飛び越えりゃいいんですよね。赤城中学出身、沢村英順、記念すべき高校生活第一等投げさせていただきます。つうか気づくの遅いよ俺。わあ、まるで野球の宝箱やって、キャッチボールの相手がいねえ。抜け駆けなんてさせないさ。僕も行く。歩きながら話そう、時間が惜しい。あの狐男の言葉、狙いはアリーシャと考えるのが自然だ。なんだよ改まって。嘘一つつけない君じゃ人間の中ではやっていけないだろうからね。だからなんて言うんだろう、うまく言えないんだけど、チームワークとかそういうのって言葉じゃ表現できないし、頑張りも言葉じゃ表現できないし、だから歌って踊って普段言えないことをちゃんと伝えられたらなって。フラグって知ってるか。僕はそれを視覚的に捉えることができる。見えるだけじゃない。どうすればそのフラグを折ることができるのか、なんとなくわかるんだ。僕と深く関わると人は不幸になる。誰かが傷つくのを見たくないんだ。俺はコドル4だぜ。コドル6と慣れ合う気はねえ。気安く話しかけるんじゃねえよ、落ちこぼれが。さっさと退学しちまいな。おい、なんだよお前の時間割、身体強化のマレーフばっかじゃねえか。さすがコドル6だな。俺たちはお前に見つかったからって引っ越す金もない。だからここに住んでる。俺がただ安穏とアルバイト生活を送ってると思ったら大間違いだ。マグロナルドにはな、アルバイトが正社員になれるシステムがあるんだ。そして彼と社会的地位を積み重ね、多くの人間をひざまずかせる実力者になり、再びエンテイスラに攻め込むんだ。いらっしゃいませ、ご注文はお決まりですか。ご一緒にブラックペッパーポテトもいかがですか。もう傍観者でいるのに飽きたんだ。千咲が光を追っかけてるうちはいいかって思ってたんだけどね、そうも言ってられないみたいだし。僕、千咲のことが好きなんだよね、かなり前から。すまなかった、お前が幼馴染にそっくりだったんだ。宇宙人の存在を信じている変わった子だった。だけど俺のせいで死んでしまったんだ。それで俺はその子の代わりに宇宙人を探すため、こうして毎日望遠鏡を覗いているんだ。いや、やる必要はないよ。みんな浅野のことだから、何されるか分かったもんじゃないし、俺が撒いた種だから責任は全て俺が持つ。退学上等、暗殺なんて校舎の外からでも狙えるしな。どうしてこんなことが起きたのか理由は知らないけど、元に戻る方法なら分かるわ。でいいやってなんだよ。つか男同士でキスするんだぞ、いいわけねえだろ。だちょっと待て、なんだこのいいムード的な空気はよ。ボクトさん、ここはいわばセンターコートですよ。メインアリーナは確かに大きく人も多い。でもここで戦っているのは俺たちだけ。全員があなたを見ていますよ。では何も考えずにクロス打ってください。ただ気持ちよく道は作りますので。やけに慣れ慣れしいな。どうもじゃなくて初めましてだろ。俺のことすぐ覚えるやつとかまずいないんだけど。断れ、俺は自分が大好きなんだ。パス回しに特化した選手なんてつまらない。そこまでして試合に出たいとも思わない。
自分が気持ちよくなけりゃバスケなんてやる意味はない。日々に影、白母に乱ありて、日は影してぞ行く。式神よあれ、青月、次は必ず破壊してやると約束したが、今がその時よ。私は何をした？私は。で、お前は本当に誰？こんな森の奥で一体何を？変わった髪を持ってるな。赤ってのは運命の色のことを言うんだろ。今は厄介なだけでも案外いいものに繋がってるかもしれないぞ。呼びたいのはハッシュミディですけど、試練の動作テストが始まるってなんだこの人が。雪の城さん、俺をモビルスーツに乗せてもらえませんか？マニュアルなら全部読みました。必要なら荒屋敷の手術も受けます。くそ、参ってすぎた。だからって危険かよ。うっす、ついにあの娘を食っちまうんですにゃ。にゃるほど、まずは油断させよってわけですにゃ。ああ、あそこは行かにゃい方が良いですにゃ。扉も開かにゃいし、いつ崩れるかわかりませんにゃ。にゃっはは、聞いてるようだにゃ。この音に乗せてドープなフローを披露することにダメージは跳ね上がるのにゃ。知っている、あれほどの自己犠牲と忠告の精神は誰にも真似できないさ。彼こそ真のエースパイロットだ。憧れるよ。お見事です、さすがダリル隊長。ろくな武器も持っていないのにモビルスーツ撃破なんて。ふっは、君大丈夫かい？いきなり黒の防御の闇団長に絡まれるなんてひどい目にあったね。ああ、俺は石家、石家ブロンザッザ、よろしく。ふっは。まさか君から来てくれるなんて思わなかったよ、エステル。でもちょうどよかった、旧機が完成したんだ。君に一番に見てほしかったんだよ。うん、ここまでのコンパクを作り上げるにはたくさんの死体が必要だったろ。昨日忘れてった問題集見て、お前らがどこでつまずきやすいかなんとなく分かったからな。俺も昔は笑っちまうほど勉強できなくてさ、お前らのできない悔しさはよく分かるっつうか。だからさ、お前らのこと幸せにしてみせるから、俺を信じて付き合ってくれ。びっくりした、死んだかと思ったわ。ああ、僕体弱いんよ。大丈夫、吐血なんてしょっちゅう。僕魔力が少のうて、これも魔力を貯めるように作ったんよ。ほんでいつかは魔力がない悪魔でも使うと活躍できる、そんなマグを作りたいんよ。敬礼。ようこそ秀越学園へ。わざわざご足労いただき恐悦至極に存じます。自分はアダムの三枝茨です。どうぞ以後お見知りおきを。へいへい、そりゃないよキリトさん。ってあっちじゃいつもマスクかぶってたっけな。ザーザーのやつが捕まっちまったから俺が根性を見せないとじゃん。ラフコフ最後の一人としてさ。ないよけんないよ。あの無限増殖パンダは実に素晴らしい。あのアイディアをもとに脳がなくとも動く生き物ゾンビを作りたい。それは必ずや世に最悪と恐怖と悲鳴をもたらすであろう。あ、申し遅れました。天界から地獄に転職しました横田と申します。よし、貧乳を捜索してエマに付与。えい、これで肩こりから解放されるよ。貧乳好きな人も割と多いし、よかったね。お久しぶりです、橘直人です。あの日、僕の運命を君が変えた。君はタイムリープしたんです。僕は必死に勉強して警察官になった。姉を守るために僕に協力してください。君なら姉さんを救える。なんかちょっとね、イラッとすることがあったりとか悲しいことがあったりとかしても、結構寝て起きれば忘れてたりとか、なんだったらもう寝ないでも10分15分ぐらいしたらまだ怒ってるみたいなこと言ってきても、いや全然怒ってないよみたいな感じで、割とすぐに通常状態に戻れるぐらいのポジティブさはあるので、僕ね本当に基本的に大人のお姉さんみたいなキャラクターが好きなんですよ。まあ、ほんわかしてたりとか、キリッとしてたりとか全然どっちでもいいんですけど、あとなんかね極端なんですけど、めでたくなるようなキャラクターが好き
きだったりもするんですよ。頭よしよししたくなるとか、あのおんぶしたくなるとか、肩車したくなるとか、そういうキャラクターも好きなので、髪ぐしゃぐしゃにしたいぐらいワシャワシャしたいですね。